久保さん、今回肌家族にしましょうか。肌家族。肌家族です。肌家族。肌さ家族にしましょう。<laughs> これね、あの、なんだ、こういうやつなんですよ。届きまして。で、こちらね、今つなげたんですけど、これね、エイリアンパソコンにこれつなげまして、はい。あら、久保さん、懐かしいですね、これ。<laughs> 昔のデータが蘇りました。 これ,誰ですかこれ、久保さん。久保さん、これ。ちっちゃい、ちっちゃいですけちょ、ちょっと <laughs> 再生してみようかな、これ。懐かしいね、これ。はい、ヤンジです。えク懐かしいっすね。<laughs> 懐かしいの出てきたよ、保さん。出てきましたよ。はい。いや、ちょっとね、久しぶりにね、データを見て、こんな時あったな、みたいな、もう10年ですね。 10年前のデータありました。<laughs> 10年前のデータある。持ちいいっすね。<う>まあちょっとね、整理しないとダメですね。はい、まあということで、まあお金を払わなくてもね、まああの方法あるとは思いますけども、まあ早いのは金払った方が早いと思います。<laughs> いや、もちろんあの無料の方法もいろんなアイディアとはなんかあの、んですかあ、あると思うんですけども、 あの金払った方が早いいと思いますね久保さんが金払わずして今の成功を手にすることはできたのかっていうとできなくはないけども3年で1億は達成しなななかかったんじゃないいと思いますでそもそもそのパソコンあのネットビジネスをねこうやったことなかったわけですから独学であの当時、まあ、今だったら情報いっぱい出てるんであれですけどあの当時そんななかったですから、まあ、久保さん金払ったからね今あると思うんですけどね。 うん、あの時久保さん金払ってなかったら多分多分今をい,いけてたかもしれないけども3年で1億はまあまあそれは無理なんじゃないかまあそれはまあ結,果結果が分かんないんであれですけど、うん、まあ無料の無料での無料でなんかいろいろ金使わずあるだろうけれども、まあ、結論使った方が早いというのは結論ではないでしょうか肌家族いってらっしゃい。